はい、本日オリンピックに関わる方の中で自殺の方が出たということですね。まあ、正確にはまだ分かっていないんですけども、まあ、私の考えるところ、今回お亡くなりになったのは52歳の職員の方、 JOC の幹部ということで経理を担当されていたみたいですね。まあ、このオリンピックに関しましては金銭的なものがね、ものすごく不透明で、国会の追及もあったり、例えば日当がね34万だとか80万だとかみたいな、で中抜き率が 95% とかね、とにかくお金に関してはものすごく汚い世界になっているということでございます。まあ、オリンピックはどちらかというとスポーツの祭典というよりも商業ですからね。まあ、ですので金に汚くなるのは仕方がないんですけども、まあこの強行するようなね、説明の少ないところで強行するような、菅総理の姿勢ですとか、全く理にかなっていない感染対策とかね、まあ、めちゃくちゃなわけですよ。その中で森友問題と同じように責任感の強い方がもう、ね、自分一人に責任を追っかぶせられるようなところでこういうことになってしまったのかな。まさに死にに口なしと。これね、でもね、もしかしてまたギャング映画の見過ぎかもしれませんけども、自殺に見せかけた他殺の可能性もあるんですよね。ひょいっと押せば人っていうのはホームに簡単に落ちてしまいますからね。まあ、そういったこともあるのかなと思うとね、甚だ恐ろしいばかりでございます。いやー、まさかね、こんなとこまで来るとはね。まあ、確かにこれね、黒いですよ。もうオリンピックなんてのはね、結局こういうところに来るわけですよ。もうオリンピックに関わる人はもうあれですね、まあ私から言わせればね、オリンピックなんて、もうオリンピックなんてですよ、死ぬことはねえだろうと、殺すことはねえだろうと思いますよ。オリンピックだなんだ騒いでね、アスリートの方もね、ちょっとそろそろ冷静さを取り戻していただきたいし、まさに命をかけてオリンピックに向かっているんでしょうけども、その裏で犠牲になる方のことはどうなってもいいのかということですよね。まあ、なんと言いますか、気持ちの悪い事件になりました。さあ、このニュース報じられるんでしょうか、それとも隠蔽されるんでしょうか。一応 FNN プライムオンラインの方の動画貼っときますけども、もっともっとね、大きく報じられていいはずなのに、わずか57秒で、終わりということで、これでいいんでしょうか。 JOC 疑惑、坂間区 JOC 職員幹部の方自殺になってしまいました。もうくれぐれもね、本当心から、ご冥福をお祈りしたいと思います。